さあやっていきます。スーパーマグネチック乳乳の第5夜でございます。5夜っていうか5番目というか、いいよスーパーマグネチック乳乳は。なんかもう取りためていける、もう補足にやっていくよ。補足にっていうか、バツナギ的にやっていく。ジャングルの次に行きゃいいんだろ。もうここはなんか違う気がするな。次のステージに行くだけでこのめんどくささだもんな。違うね、入れないもんな。ウェルカムウェスタン、ここか遺跡、まあ、行ってみるかい。ワンステージクリアするごとに一本の動画として上げていきたい気持ちだから。うん、まあボスはね、ボスはまあ一緒に流れで倒したらいいと思うけど、このパート、この一面をクリアしたらもう動画にできるから。そう、いうことで。ただ、もしも一面クリアする前に動画の時間が20分ぐらいになってしまったら、もうそれはもうパート2に行くかもしれないね。20分ぐらいがある程度の指標になってくるな、これ。18分ぐらいでも。何右にいるやつ。乗った。え？ラクダ。もうようわからんもん、いきなり。いやおう、いやおうなくもう始まってるもんな。話が。水の中行ったら、水の中行ったらなんかもうその、もうダメかなと思った。そうでもないんだな。アンチアプトレン。当たったら死ぬの？なんなんだもうこれは。説明不要って感じで。はいはい。こっち見なくていいから。ジャンプは、あ、ジャンプある。ほう。すごいな。すごいな、なんかもういろいろと。ジャンプ入ってジャンプしてみんな。できるものね。とりあえず1アップ取ろう、1アップ。あったっしょ、ここに。これ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 。これ取ったらもうとりあえず、100回死んでもそこの度にもう1回、火が回復するよ。何も言うまい。何か語るまい。マグネチック乳乳を取りためておく。これはもう季節とは関係ないからね。取りためておく。で、なんかあげる動画がない時とかに、バツナギ時的にあげていく。マイクちょっと遠いのに今気づいてしまった。よし、どうだ。初見さん、厳しいね、今のはね。ちょっとね、落ちるかなと。なんか怪しい模様だなと思ったけど、これ落ちんかなと思って行ったらこれだもん。飛べばよかった、飛べばよかったね。もうちょっと操作が今一瞬なんか十字キーよりも、うん、こっちに置こう。声が遠いかもしれない。こうしよう。手と手の間にマイクを挟んだから、興奮しない限りは音割れしなければ大丈夫。音は絶対に大丈夫。よし、行くぞー。もうね、カットで行くのもね、ありなんだろうとは思うけどね。そうは言ってもね、それも含めての再生時間というか、そのカットするのももはやめんどくさいっていう、またただそれだけなんだけど。ふぅふふふふ、あんなの避けれるでしょうか。ニューニュー自体がさ、ステージが進むにつれて全くそのなんかこう強くなったりするわけじゃないからさ、ただ腕が上がっていかないとプレイヤー自身クリアできなくなっていくよ。だんだん難しいステージが後半になるのに従ってきたりしたりするとだな。絶対取らんと。これ1アップは絶対取る。これいける。よし。で、ここで、くるくるくるってくる。くるってくるから、それさ、あのネズミの紫のコインをさ、取り行ったらもうダメじゃん。まだ全然中間ポイントまで来れない。こんな難しいゲームってあっていいのか。しかもこの、バイク乗ってる段階でダッシュできるな、さては。これ
こんなの操作不能になるだけですか。でももしかしたらこのダッシュ何かが何 かダッシュしながらジャンプできんかった。カットもあるよこれは。とりあえずあのゲームオーバーになってないだけでな。ダッシュジャンプ、ダッシュジャンプの練習しよう。それはできておいた方がいいような気がする。ヒヒヒヒってなって、あ、飛べるは飛べるけど、なんか別にそれで高く飛べたりするわけでもなく、よし、いける。さあ来い、ここだ。これ取り行ったら右来て、一番左来て真ん中来る。だから右避けて、右、一番右にキープすればいいんだろ。そうだろ、ニューニュー。イエス、ニューニューは行っている。それでいいと。多少ダッシュを使いこなしていこう。あ、ダッシュするとだな。ダッシュすると右左下のエネルギー使ってんだね。このダッシュに何の意味があんだよ、教えてくれ。よし、おい、よい。まず左かわす、一番右に行く。うお、一応かわせた。うん、真ん中行こう。そしたらこれね、もうわけわからん、わけわからん。これか、これか。そんなのもうドライセッチュンじゃ。当たるよ、当たったら即死とかひどくないか。ちょっと待って、あ、そう、よく見たらあれか、なんかあのトゲトゲボールみたいなの持ってるか。それで、それでってこと、それでってこと。ちょっと殺生や、こんな殺生な。ここの上滑ってなんかいけないよ。なんかそれ難しいよ、それ難しいよ。何なんだこれは。じゃあジャンプ、倒せる、敵倒せる、倒せないね。露骨に処理落ち。 A ボタンじゃないんだな、緑ボタン、青ボタンだな。ここで上に乗る、上に乗っちゃう、上に乗っていけるとこまで行っちゃう。いけない、もうこっち来るからさ。もうゼロ機です。ここで上乗りたい、乗れない。ここ来るもんね、来るもんね、今の来るもんね。ヒヒヒ、落ちたらダメなんだろ、多分このアリ地獄みたいなやつも。あの音楽が全く耳に入ってこない、メロディー取れないよね。ここで青ボタンを押す。よっしゃい、よし、ジャンプ。そんなの無理だって、そんなの無理だって。一アプリ目がくらんだか今俺、言うほど目がくらんって。もうダメだよこんなの。続ける、ダメだってこんなの。反射神経パナくないと。どれが B で、どれが A か、どれがジャンプか、どれがY ボタン、これ何使うんだっけ。 Y ボタンわかんない、一番上の Y ボタンの使い方がわからん。 R ボタンがダッシュはわかった。 L ボタン何使うんだ。もうダメだ、もうダメだ、試せねえ。すぐ乗っちゃう、すぐ乗っちゃう系だし。L ボタン何だろう、わからん。 L ボタン何も反応しない、何も答えてくれない。 L ボタン行くぞー、うわー、ピーピー、なんかピーピーって言うんだよ、あそこで。なんか、どこかな。よいしょ、いい、おい、うわー、たたた。よいしょ、いい、あー、ちょっとボタンがもう、あー。
せめてこの最初だけは突破しないと、毎回このノルモーションが遅い遅い、早くスタートさせてくれ。スピード出せば、スピード出せば捕まる、サボテンに捕まる。もう10分経過しとるな。これだいぶ怪しくなってきた。その2が見えてきた。ステージ2の4、2の1の2かな、もうこれ本当に2かな。2の1のその2が見えてきた。パート5としてあげるけど、いやでもこれ2の何歩とかって言った方がいいかな。まああれだな、なんかそのミューニュー見たい人そんなにいるかっていう話だよな。よし、いけた。まあ危なかったよ。まず左、一応右に行く、そのまま右に寄る。間違いだけど、もういいや。これどうやって飛んだろう。謎が多い。ミューニュー世界の謎が多い。あの1アップ取りたい。取れない。あれ俺ジャンプ台だとずっと思ってた、あの黄色いやつ。だから、あ、遅いか。引き倒せんのがこれだ、これだ。ちょっと、もうやだ。お前が気に入ってやる。おわー、だーぼよーん。あのダッシュしたからジャンプできなくなった。そうか、さっきあのダッシュ中にジャンプできないって思ったのはエネルギーが尽きちゃうんだ、これで。だからジャンプできなくなっちゃうんだ。このダッシュしてる間にあの電池エネルギー食うから、左下の電池エネルギー食うから、それであのジャンプができなくなっちゃう。ダッシュでエネルギー使い放して、あのジャンプ用のあの磁場を張れなくなっちゃう。今ドシーってちょっと、おい、あれちょっとつまんなかった。いろんなことになんかこう集中しないと。よし、ジャンプ取れた。ちょっともう何度あそこで死ねばいいんだ俺は。これ1アップ取る。是が非でも取る。乗り続けられないからね。ここのあのさ、上のやつとかさ、どうやって取んだろうね。安全にいってるけど。もう緊迫感すごいよ、この辺。当たったら死ぬんだもん。脆弱すぎないですか。ちょっとそこいたら俺がもうどうすりゃいいんだよ。どうすりゃいいんだよ。ブレーキないんだぞ、ブレーキ。殺す殺す。このゲーム作っ、何でもない。言っちゃいけないワード言うとこだった。ニューニューは素晴らしいゲームですよ、もちろん。そう、このバイク乗りたちをどうにかしてください。ちょっと速さを変わるとかさ。もう14分経過しました。もうこれもうね、あのノーコンティニュークリアしないといけない、いけない時間に差し掛かりってき始めましたね。いよいよ、いよいよ、サクサクといきたいのに。よか、本当にもうそのイライラが募るばかりですが、このイライラを溜め込んでもクリアした時の爆発があるから、やっぱりいいのかね、アクションゲームっていうのはね。イライラした分だけクリアした時の喜びもひとしおみたいな、そういうところがあるのかもしれないですね。まああのノベル系のね、ノベル系のゲームをやってると味わえないね、あの喜びみたいなものがねあるのかもしれない。初めこの横の壁とか当たっちゃいけないんかと思ってた。そんなことはない。ピピ、なんかあんだろうね、なんかあんだろうね、としか思えない。思わない。あえて取りに行こうと。これすごく上手くなったよね。じゃあ
で左右から来るから左でかわしてすぐ右行ってかわす。よしよし、これ取り方分からん。どうすんだこれ。あれ取れない限りな、あれ取れない限り乗れん。なんか今上もう一段上に行くやつあったな、青いやつが。早いよ早いよ、ちょっと早いよ早いよ。なんなら周回遅れでもいいからゆっくり行かさせて。露骨な所有地。ニューニュー早いから、あのちゃんと速度守ってニューニュー。あんまり車間距離詰めないの、車間距離詰めないの。もうちょっとさ、いや言い訳もさせてくれよ今のは。こっちが向こう行こうとしたらさ、ラクダライダーがさ先にここはあの左の方に来るなんてさえ分かんないよ。それはあれ怪しい。やおがあのなんか右の方にあったあのスイッチも怪しいよな。スイッチレバー何も語れない。この先に行くためにも必死ですわ。これで生きる。よっしゃー、やっほー。あんまねえか、何もないか。うん、ほい、よし、ゴール、やりました。あれでゴールか、よかった。全然このビンコメダルかようわからんもんが手に入らん、集まらなかったな。しゃーなし。ボーナスステージ、あ、ないか、もしかして。あ、ボーナスステージすらない。ということで、はい、パート5でした。ほな、また。